ルイ・フィリップ一世は、オルレアン朝のフランス国王。爵位は、バロア公爵、シャルトル公爵、ヌムール公爵、オルレアン公爵など。ブルボン家の主流である、オルレアン家のルイ・フィリップ二世と、パンティ・エーブル公爵ルイジャン・マリーの娘、ルイーズ・マリーの間の長男として、パレロワイヤルで生まれた。年から、フランスの文筆家で教育者のジャンリス夫人に教育を、 受け、彼女から自由主義を学ぶ。おそらくこの間に、ボルテールの啓蒙主義に若干傾倒したカトリック主義を信奉するようになったと考えられる。1785年の祖父ルイ・フィリップ一世の死後父、ルイ・フィリップ二世がオルレアン公爵位を執着する。フランス革命直前の1788年、若いルイ・フィリップは自由主義に同調し、 モンサン・ミシェルの監獄の扉を破壊して解放した。この時ジャンリス夫人も同伴していた。1788年10月から1789年10月の間、パリにあるオルレアン公爵邸は革命の会議場として使われた。その後、ジャコバンクラブに入り、フランス軍に入隊した。フランス革命戦争が始まると、1793年に、 シャルル・フランスはデュムーリエの下でオランダに出征した。デュムーリエ率いるフランス軍は1792年のバルミーの戦いでプロイセン軍に勝利するが1793年のネイル・インデンの戦いではフリードリヒ・ヨシアス・フォン・ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト率いるオーストリア軍に敗北した。デュムーリエは オーストリア軍のカール・マック・ホン・ライベリヒトの交渉の末、敵軍に寝返って国民公開転覆のためにパリ新軍を図り、これにルイ・フィリップも巻き込まれた。4月4日、同じく従軍していたルイ・ニコラ・ダブー・中佐はこの裏切りに奮撃し、オーストリア軍陣地に向けて立ったデュムリエとルイ・フィリップに対して妨害と反撃を行った。国民公による逮捕から免れるために、 ルイ・フィリップは、デュムーリエと共に、オーストリア軍に身を投じた。デュムーリエは再び、パリ新軍を図るが、ルイ・フィリップは同調しなかった。1793年、父、ルイ・フィリップ2世は、デュムーリエの裏切りによってジャコバン派から、共和国転覆の権威をかけられて、財産を没収され、パリの革命裁判所により11月6日の夕告に、革命広場で処刑された。 これにより、20歳で、オルレアン行為を執着した、ルイ・フィリップはスイスへ亡命し、地理学、数学、近代文学の教師として、発給で暮らす。1795年には、ハンブルク、1795年から1796年まで、スカンディナビア諸国、さらに1797年から1799年まで、アメリカ合衆国へと移り、 1801年から1807年には、ロンドン郊外のトゥイッケナムに住んだ。ナポレオン一世失脚後の1814年に、同じく亡命していた妹のアデライドとフランスに帰国した。1830年の7月革命でブルボン朝の復興生が倒れると、ラファイエットら自由主義者や大資本家、銀行家をはじめとするブルジョア人に擁立されて、国王となり、 1830年憲章に基づく7月王政が成立した。ルイ・フィリップ一世はフランスの王ではなくフランス人の王を称し、政治体制は絶対王政を否定して立憲君主制が取られた。1831年、オルレアン家の代々の邸宅パレロワイヤルからチュイルリー宮殿の皇帝に移り、また責任内閣制を導入してアドルフ・ティエールや フランソアピエール・ギオーム・ギゾーラを首相に登用し、さらに国内の安定と繁栄を図るために、経済の奨励を行って、フランスに産業革命をもたらした。ルイ・フィリップ一世対外政策においては、後のフランス帝国主義政策に宣鞭をつけた。北アフリカでは、1830年に始まるアルジェリア、出兵を引き継ぎ、1834年にはアルジェリアを併合した。 また、ナポレオン戦争期から続く、清掃年男性人口の減少、伸び悩みを踏まえ、アルジェリア出兵による、自国民の死傷者を軽減するため、今に続く、フランス外人部隊の設立直承を1831年に出した。ラテンアメリカでは、当時政情不安定であったメキシコに介入し、1838年に、過死戦争を起こして勝利した。極東では、 アヘン戦争で敗れた清に対して1844年に候補条約を自国に有利な形で締結し解禁政策を取るインドシナの現状大南国に対しては1847年にダナン港を砲撃して圧力をかけた。一方、二度のエジプトトルコ戦争ではいずれもエジプトを支持して地中海地域への影響力の強化を狙ったが1840年の ロンドン条約で列強にこれを阻止されるなどヨーロッパでは東方問題をめぐって国際的に孤立した。7月大世紀のフランスは市民革命の成果として自由主義の確立と資本主義の発達を見たが選挙権を上層ブルジョアジーに限る制限選挙が維持され産業革命によって形成されたショーブルジョアやプロレタリアートによる 普通選挙実現の要求が高まるようになると政府はこれを弾圧した。また1846年以来の強行の影響もあって社会不安が高まった。このような状況の中、選挙法改正をはじめとする政治改革をうう改革宴会と呼ばれる宴会が模様されるようになったが1848年2月22日開催予定の改革宴会が 政府によって開催禁止処分を受けると、これに反発した民衆が放棄し、2月革命に発展した。ルイ・フィリップ一世は2月23日に偽造首相を更迭して、これに対処したものの事態の収拾はつかず、2月24日に退位してイギリスに亡命した。同日パリでは、共和主義者と社会主義者によって組織された臨時政府によって共和制が宣言され、 第二共和制が成立した。亡命先のイギリスでは、ビクトリア女王からクレアモントの館をあてがわれたが、2年半後に同地で隠しした。フランスから脱出する類をして7月王政は終わり、オルレアン朝は1台で終わった。7月王政を打倒した2月革命は諸国民の春としてヨーロッパ諸国に波及し、ウィーン体制の崩壊を招いた。また九百年余り続いた。 ユーグカペーに始まるカペイー朝とその支流によるフランスの王政は、ここにその幕を閉じた。第一帝世紀の1809年に、ナポリ国王フェルディナンド4世の娘、マリア・アメリアと結婚した。二人は六男四女を設けた。ありがとうございます。